大豊和紙工業の手すき伊勢和市神宮御用紙として、正常な和紙を一枚一枚丁寧にすいてゆく。伊勢和紙は、三重県伊勢市で好かれた和紙。神宮御用紙を製造し、伊勢神宮の神宮大麻用途をはじめとし、多くの自社に和紙を提供している。1994年、伊勢神として、三重県指定伝統工芸品に認定された。伊勢神宮の紙札は、 神宮大麻を含めてすべて、伊勢和紙が使用される、広大神宮にて、伊勢神宮の紙札の例。江戸時代まで、伊勢市周辺では、家内工業としてわずかに紙すきが行われている程度であったが、次第に、伊勢信仰の紙札や伊勢歴用として盛んに使用されるようになった。現在でもこうした伝統を重んじた、正常な和紙は、伊勢神宮をはじめとした各神社の御用紙等に、 用いられている。また、全国の神社で反布されている神宮大麻は、すべてこの伊勢和紙を用いたものである。今日では、神宮御用紙の製造は言うまでもなく、写真用印画紙の新しい表現として、インクジェットプリンターに対応した和紙を開発、製造するなど、伝統文化を重んじながらも、近代的な文化との融和を図る新しいスタイルの取り組みが、積極的になされている。 現在伊勢和紙を製造する唯一のメーカーである大豊橋工業株式会社については大豊橋工業の項目を参照のことありがとうございます。